とてもクレイジーなことだし、彼らが怪我をしないことを祈らなければならない。だから僕は彼らに比べれば楽な方だよ。これはアーセナルに所属するドイツ代表カイ・ハバーツ選手が11月25日に行われたプレミアリーグ第13節の試合後に話したコメントです。11月25日に開催されたプレミアリーグ第13節、敵地でブレントフォードと対戦した日本代表の冨安健洋選手所属のアーセナル。冨安選手は右サイドバックで公式戦4試合連続の先発出場を果たすと、試合は0対0のまま試合終盤を迎え、89分にハバーツ選手が頭で合わせて先制点を奪うと、これが決勝点となり1対0で勝利。2連勝となったアーセナルは現時点でマンチェスターシティをかわして首位に浮上しました。なお冨安選手もこの試合にフル出場を果たし、現地メディアから高い評価を受けています。劇的な決勝点を挙げたハバーツ選手は試合後、終了間際の決勝点は素晴らしいことだし、ファンの前で祝うことができてもちろん気分は良かったよ。ボールが完璧だったからゴールを決められたと喜びを口にしました。先日行われたドイツ代表の試合では、ナーゲルスマン新監督の指揮下で左サイドバックで起用されたことにも注目が集まったハバーツ選手は、インターナショナルウィーク明けで再び迎えたリーグ戦について、もちろん大変なものだよと心境を明かした一方で、自身よりも大変なチームメートがいることも強調しました。試合はいっぱいあるし、移動もしなければならない。僕にとって幸運なことはドイツに移動するだけということだ。冨安健洋は日本に行くし、南米の選手たちも移動距離が長い。とてもクレイジーなことだし、彼らが怪我をしないことを祈らなければならない。だから僕は彼らに比べれば楽な方だよ。と、長時間のフライトなど自身以上に負担の大きいチームメートのことをおもんぱかるコメントを残しています。さらに29日に行われたチャンピオンズリーグ第5節RC ランス戦では、引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる重要な試合となりましたが、冨安選手も公式戦4試合連続となる先発出場。前半11分には冨安選手のクロスからハバーツ選手がヘッドで合わせるもわずかに外れる惜しいシーンがありました。それでもその2分後、再び冨安選手がクロスを供給。これを相手がクリアしきれず、ガブリエウジェズス選手がつないだボールをハバーツ選手が押し込んで、見事に先制点となりました。さらに前半アディショナルタイムにも冨安選手のロングフィードからマルティネッリ選手が決めるなど、冨安選手は2アシストと大活躍。見事にアーセナルのグループステージ首位通過に貢献しました。昨今ヨーロッパでプレーをする日本人選手は当たり前になってきましたが、所属クラブのリーグ戦に加えてヨーロッパのカップ戦も重なると、かなりの過密日程を強いられることになります。そんな中、さらにヨーロッパから遠く離れた日本やアジアでの代表戦に参加している日本代表選手たちは、コンディションを維持することが非常に難しいことが不安視、問題視されています。そんな厳しい状況の中でもスタメン出場し、高いパフォーマンスで高評価を受けた冨安選手。今回の動画では、日本から遠く離れたヨーロッパで厳しいコンディション状況の中でも結果を出し続ける日本人選手の戦いにフォーカスしてお届けいたします。現地メディアから最高評価。現地時間11月25日に行われたプレミアリーグ第13節でブレントフォードを1対0で下し、首位に浮上したアーセナル。敵地での一戦、主導権を握りながらもゴールが VAR 検証で無効とされるなど、なかなか得点に至らず苦しんだアーセナルでしたが、試合終了間際の89分、イングランド代表ブカヨサカ選手が右サイドから上げたクロスに、交代出場のハバーツ選手がファーサイドの角度のない位置から頭で合わせ、相手ゴールキーパーの股を抜いての劇的決勝ゴール。これによりアーセナルは首位マンチェスターシティを勝ち点で上回ることに成功しました。冨安選手は日本代表としてシリア代表戦で75分間プレーしてから4日後のこのブレントフォード戦で右サイドバックとしてフル出場を飾り、1点差の試合で攻守に奮闘しながら勝利に貢献。試合後、自身の SNS で、「
今日は大きな勝利、素晴らしいチームのパフォーマンスでした。と、首位浮上につながる劇的な勝ち点3ダッシュを喜びました。冨安選手に対する現地メディアの評価を見ると、スポーツ専門チャンネル、スカイスポーツは、10点満点の採点で7を付与。これは、プレイヤーオブザマッチに選定された左サイドバックのオレクサンドル・ジンチェンコ選手に対するものと同じで、最高タイの数字です。日刊紙、ザさんは、採点を9大点の6とし、彼の高さは守備においては有用だったが、右サイドバックに期待される攻撃的なサポートをサカに提供できなかった。しかし守備面では十分に安定しており、それが彼の主な仕事となった、と攻撃面での物足りなさを強調しました。イブニングスタンダード紙の採点は7で、ベン・ホワイトを抑えてスタメンに選ばれ、再び素晴らしいパフォーマンスを維持、ボールを持っている時も持っていない時も安定感があった、と寸評もポジティブな内容。同採点としたスポーツ専門サイトバベルの英国版も、ほとんど難題には直面しなかった、試合ごとにボールを扱う技術が向上している、と冨安選手を称賛しています。ロンドンのサッカー専門サイトフットボールロンドンは、日本代表選手は右サイドバックとして今回も安定したプレーを披露、ブレントフォードは彼のサイドから得点のチャンスをほとんど作ることはできず、逆に彼のオーバーラップが時折サカにスペースを作り出した、と攻守両面での効果的なプレーに対して7の高評価を下しました。試合後のコメント、代表ウィーク明けの難しい状況の中での試合にはハバーツ選手も、試合はいっぱいあるし移動もしなければならない、僕にとって幸運なことはドイツに移動するだけということだ、冨安健洋は日本に行くし南米の選手たちも移動距離が長い、とてもクレイジーなことだし、彼らが怪我をしないことを祈らなければならない、だから僕は彼らに比べれば楽な方だよ、とチームメイトに配慮するコメントをしています。一方冨安選手自身は試合後、タフな戦いだったのでなかなか点も取れずにという展開でしたし、やっと最後の最後に点が入ってしっかり勝てたので、まあ良かったなと思います、と試合を振り返りました。今日は気温が2度くらいで、サウジとの寒暖差でアジャストするのが難しかったか、と質問を受けると、そうですね、寒くなったり暑くなったりで風とか含めた体調管理もやらないといけないですし、まあそれも仕事の一つだと思っているので、そういった面も含めてできる限り 100% に近い状態でピッチに立てる準備をしなくちゃいけないなと思っています、とはいうものの、一時は別メニュー調整だった代表活動を終えたばかりで今日の試合はベストではなかった、ともこぼしていました。でも去年も言っていたんですけど、8割9割の状態でもできるようにならないとやっぱり1年の長いシーズンは戦えないと前から言ってましたし、そういう意味ではそういうことが去年と比べるとまだできるようになってきたとは思っていて、もちろんベストになれるように全力は尽くしますけど、人間そんなロボットじゃないので 100% じゃない日はもちろんあるので、その中で振る舞い方を変えたりいろんな工夫をしながらやっていくことの方が僕的には大事かなと思っています、と堅実な冨安選手らしい冷静なコメントを残しました。日本代表選手の移動の厳しさ、ヨーロッパからの移動で苦しんでいる代表選手は冨安選手だけではありません。 JFA 日本サッカー協会の公式 YouTube チャンネルで公開されている映像コンテンツチームカムでは、11月21日に5対0で勝利したシリア戦の前のトレーニングを終えた際に、キャプテンであるリバプール所属の遠藤航選手のインタビュー映像を見ると、今日もトレーニングしましたけど、いつも以上に体の重さを感じたりというのはありました。でもそこは割り切ってやるしかないというか、サポートも含めてすごく様々な人たちがやってくれているので、できる限りの準備をとにかくやっていくしかないのかなとは思います。と移動における身体の負担について実感を語っています。後から現れたモナコ所属の南野拓実選手との会話でも、移動はしんどいよねと投げかけると、南野選手も同調、
移動とアウェーの独特な雰囲気とか気候とね、経験上コンディションをどれだけよく保てるかというのが試合を有利に進めるためのキーにはなってくるのかなと、それ以外での難しさについても選手目線で明かしていました。また今回みたいな移動が一番大変ですよね、日本でやってからサウジとかに来るっていうのが、と遠藤選手が日本で行った試合の5日後という短いスパンで行う2連戦について指摘。これについて南野選手も気温と時差と再度コンディションに関係する懸念点を挙げつつ、どっちかの国にとどまって2試合できる方が全然疲労的にはと、気温と時差の問題もある海外への移動込みでの連戦にこちらも率直な気持ちを述べていました。これらの発言はもちろん彼らが単純に弱気な発言をしているのではなく、記者からそのように聞かれて答えているだけであり、簡単ではないものの、どんな状況でも代表選手として責任を果たそうとした上での発言です。実際、同じく日本代表の森田英正選手もこの問題について別の取材で記者から問われると、まあ、それが代表ってもんだと思う。ときっぱり。仮にチャーターだったり、他の便が遅れてとか、個人の事情があってとか、全く関係ないわけじゃないけど、そういう選手が出られない状況でも、他の選手が当たり前のように出て、当たり前のように活躍できるのが代表だと思う。一人一人が自覚や責任を持っているので問題ない。と、それぞれ事情があってもパフォーマンスを発揮し、代わりに出る選手も実力を発揮すればチームとしては問題ないことを強調しました。ファンのコメント。このような日本代表選手たちの状況についてファンからは、三笘や久保を筆頭に欧州の過密日程をスタメンで戦ってる選手のことを考えると、この相手のレベルであれば招集を見送るっていう意見もよくわかる。この問題が今の日本代表のほとんどに当てはまる状況になったことに成長を感じます。海外組が国内組を圧倒的に凌駕している現状は嬉しい。次のステージはこれが議論にすらならない状況なんだろうなと思います。きついのはそらそうだろうし、所属クラブで替えのきかない選手ほどそうだと思います、など選手たちの難しい状況を理解するコメントが多く上がった一方で、もちろんきついだろうけど、それは南米系の選手にも言えることで、そっちは何年も前からそれがスタンダードになってる。おそらく招集に応じた選手はそのことを考慮しているし、対策もしているはず。今の選ばれた日本代表選手はその経験を積み上げて、いかに負担を軽減させてクラブに戻った時もすぐにでも試合に出られるように体を作ってると思う。と安易に過密日程の選手は代表活動に呼ぶべきではないといった論調が上がることには否定的な意見も見られました。アルテタ監督が冨安健洋への愛を強調。さて、そんな厳しいコンディション状況の中でも今シーズンここまで公式戦17試合でプレーし、10月のクラブ月間最優秀選手賞にも輝いたアーセナルの冨安選手、実は彼には最近ドイツのバイエルンが獲得に向けて注視しているとの報道がありました。それを受けてアーセナルのアルテタ監督は、私は心から彼に残留してほしいと思っている。本当に彼のことが大好きだし大切な存在だと口にし、重要性を強調しました。これまでも冨安選手は最終ラインのどこでもこなせるユーティリティ性や安定感ある守備が高く評価されてきました。アルテタ監督はさらに、彼はクラブの全員から愛されており尊敬されている。多くの出場機会も得ているし、今後も我々と共に続けていってくれるだろうと確かな信頼を示しています。1月にはアジアカップが控えていることもあり、少なくとも冬の移籍は現実的ではないと報じられ、アーセナルが新契約を準備しているとも伝えられています。難しい状況の中でも指揮官から確かな信頼を勝ち取っている今シーズンの冨安選手、昨シーズンは終盤に大きな怪我をして後半戦を棒に振ってしまい、ちょうどチームもその時期に徐々に成績を落とし優勝を逃してしまいましたから、今シーズンこそはと思っているファンも多いのではないでしょうか。三笘選手もコンディション不良で代表活動の辞退や離脱があったことから、心配と応援と複雑なファン心理があるところですが、
あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。